なんだこの髪型はパーチャマでございますということで、 2K23 やっていきますということで、まあ、昨日の動画でねモードを紹介したわけですけど、今日はねまた違うモード、私がマイケル・ジョーダンになれるっていうモードです。このジョーダンチャレンジというやつですね。でまあ今日の髪型なんですけど、やっぱり NBA アメリカっぽさを出そうと思ったら、ちょっとフルハウスの匂いがしてきたっていうところですね。これができなかった。1998年 NBA ファイナル第6戦。あ、もう始まんの？ストーリーとかないのかな？デルタセンター、ソルトレイクシティ、第4クォーター。え？ストーリーとかないの？シカゴ、85、ユタ86、残り。あ、映像。昔っぽいけど、別にリアル映像じゃないね。カール・マロンじゃん、デニス・ロッドマン。なんか映像もちょっと古くしてて、マイケル・ジョーダンが撮って、これまだ動かしてないですよ。こっからなの。これあれだ、このビル・ラッセルだっけ、ビル・ラッセルじゃないっけ、この人のアンクルガーズだよね、そこかすやつだよね。あ、シュート、え、これだけ、え、四角ボタン押すだけ。さあシカゴがリードつって、そして反応できないまま相手を突破しポーズを決めた。戻ってるコビ・ブライアント、これぞ指定対決。え、マイコ・ジョーダン、スリーポイントが苦手とされてきたジョーダンが前半だけで6本も決めるなんて、顔やばいね、顔めちゃくちゃリアルだね。悪質なファウルだと。ピストンズ、バッドボーイズですね。 MJ の驚くべきフィニッシュ、ファウルラインからだなんて信じられないと。これもう大学の時か。そして彼は82年のチャンピオンシップを獲得。巻き戻ししてる感じ、ノースカロライナにいて。1982年スター誕生、 NBA、 あ、始まったよ。オープニングだったんだね。史上最高の NBA 選手マイケル・ジョーダンを確立する伝説の15試合をプレイしよう。スターをアンロックして限定のゲーム内報酬を獲得と。スター誕生、1982年3月29日 NCAA ディビジョン1チャンピオンシップゲームかな。マイケル・ジョーダンの優勝請負人として、キャリアはノースカロライナ大学の1年生だった19歳の時から始まっており、彼は1982年の NCAA チャンピオンシップの試合で最も重要なシュートを決めたということで、まあ、大学時代やべえやつから行きましょうみたいな。で、星が3つありまして、まあマックス3つ、試合に勝利する、16得点を決める、リバウンド9本か、難しくない？なんかこう、切り取ったどこかっていうよりは、もう1試合丸々やるんだ。マイコ・ジョーダン。誰か出てきてよ。ケニー・スミス、アンク・ガード、ノースカロライナ大学。これ使っていいのかな、これ、YouTube で。面白いことに、マイケルがカレッジに来た時、彼がノースカロライナの救世主になるなんて、誰も思ってなかった。ノースカロライナはすでに国で一番。で、唐突に、ん？この才能あるチーム、そこです。早いな。ちょっと待って。技術を磨いて技能を手に入れたんだ。それは彼にとって最良の経験になったと思う。ノースカロライナとジョージタウンとの試合があった。この試合は非常に重要で。というのも75年における3トップの選手がこの試合でプレーしているんだ。パトリック・ユーイングはおそらくカレッジのバスケットボールではジェームズ・ウォーティーと並んで、ジェームズ・ウォーティー最高の選手だった。そこにさらにマイケル・ジョーダンが加わったわけだ。マイケル、あ、なんで、彼はゲームに対する洞察力があり、ジョージ・タウンはそれを分かっていたのか、準備できていったのかどうか。マイケル・ジョーダン勝利を決め、シュートを決めて、そのおかげで、最高レベルの自信を手に入れたんだと。それがあってこそ彼は技術を見る、前代未聞の偉大なバスケットボール選手になったんだと。ちょっとなんか字幕の切り方がどうなのか。あ、これ YouTube 出していいやつかな、これ。これ YouTube 出していい、あ、大丈夫だ、ゲーム映像だね、これね。その当時の、あ、すごいなこれ、当時のテレビのクオリティを再現してるんだ。ジョージタウン・ホーヤス、ノースカロライナ、なんとかかんとかって書いてある。あ、
メリカはね、大学高校のバスケットボールでもこんな感じでスタジアムでやりますからね。これマイケル・ジョーダン違うね。あ、ジョージタウンだからライバルチームだ。あのハゲてる人がライバルだよってことね。でこの人はマイケル・ジョーダンじゃないね、じゃないね。確かね、もうちょっと痩せてて大学の時は。で髪の毛がちょっとショートアフロみたいなね、つるっぱげじゃなかったのよ。あユーイングいるんだ。ユーイングってその後ねニックスで、ニックスっていうとこに、ニューヨークニックスに入って、もうあ、ウオズミのねモデルになった人です。リーグを代表するセンターになりました。体がでかいんで、スネじゃない、膝にサポーターを巻いてるっていうのが結構、まあ、トレードマークで、コンバースのなんかガッチガチのめちゃめちゃでかいスニーカーっていうかバッシュでした。チームのあれだからか、ナイキのなんだっけあれ、これ流行ったんだよな、このナイキのシューズ。あ、でこの23マイケル・ジョーダンじゃん。今次立つ、次多分ベンチから立つ。当時はユーイングがナイキでバッシュ履いてて、マイコー・ジョーダンがコンバースでしたね。確かコンバース、あれリーボックだっけな、パトリック・ユーイング、どっちかだったはず。ポップ・フーリューだったっけ、だからリーボックか。バスケットボールは終端のベロにバスケットボールがついてて、それをねキュッ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 ってやると確かフィット感が上がるみたいな、空気がね入って、確かあれユーイングの、あれでもコンバースだったような気がする。でもあんま詳しくないから、まあいいや。サイユーイング、この当時からね膝のサポーターしてますね。会場盛り上がっております、会場盛り上がっております。長いね、結構もう7分だよ動画長いね、結構まあ映画みたいな感じでみっちり見せてきますね。ただ世界観がやっぱちょっと当時のテレビっぽさがあるんで見れちゃいますね。ユーイングだけか、でもユーイングがいるのに相手にねリバウンド9本って結構やばいよね。得点16得点はまだいけそうだけど、リバウンド9本でしょ。しかもマイケル・ジョーダンってシューティングガードとかポイントガードとか、そういうそんなスリーポイントラインとかの近くでプレーする選手だから、ゴール下とかじゃないからね、リバウンドもなかなか取りにくいんじゃない。もしかして大学時代はパワーフォワードとかだったのかな。いや絶対そんなことない、支持してますと。青いシャツが綺麗ですね。マイケル・ジョーダン真ん中座ってるってことはやっぱこの当時からエースだったもん。でも1年生だしな、みんな先輩聞いてます、聞いてます。クソリアルだな、ね、これなんか映像あんのかな、こういう、それをそのままゲームで作ったスターティングラインナップ、ジョーダンやっぱシューティングガードだね。ユーイング相手センターだ。でもこの31番の人ばっかり映してんだけど、31番誰だった。まあこれで映してる人たちが多分エース。これってチーム全部動かすのかな。あ、そうっぽいね、そうっぽいね、チーム全部動かす感じだ。スリーポイントシュートラインがないよ、なんか気持ち悪い、なんか。あ、ユーイング来た、これブロック、あ、OK、ナイスナイス、マイコー・ジョーダンで、マイコー・ジョーダン、エアジョーダン行っちゃおうよ。いやこれ最強だ、ちょっとね簡単なのよ、強い選手は簡単に点取ってくれるのよ。ちょっとマイケル・ジョーダンだけ操作する感じかなと思ったけど、あ、出た、バイオレーション、外出たってこと。なんかバイオレーションって俺もあんまりねバスケの用語知らないんだけどさ、あ、マイボールだからあれか、コート出ちゃったよってことか。マイコー・ジョーダンどこ、マイコー・ジョーダン、マイコー・ジョーダン、ちょっと外していかないとみたいなとこもあんの、マイコー・ジョーダン。ちょっと待って、これはブロックしたい、あ、これリバウンド、マイコー・ジョーダン、
マイコージョナがいない。リバウンド難しいね。スリーポイント。マイコ、はい、ユーイング抜いてマイコージョナ。あ、リプレイこんな感じなんだ。もうなんかね、今のユーチューバー、素人ユーチューバーでも使わなそうなカットインだったね。よし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 、いいディフェンスだ、いいディフェンス。気持ち悪いね、やっぱスリーポイントラインがないと。いつまで待って、これもしかして24秒ルールとかないの、この当時。あれっていうか、もう今すでに24秒じゃないんだっけ。何秒でシュート打たないとダメみたいなね、まあ、シュート打ってリングに、あっ危ない、ボールがついた瞬間に入った、こうその24秒のカウントはこうリセットされるんだけど、それまでにね絶対今30秒以上、ああ跳躍力がやばいね。もう6ポイントです。点取るのは多分いけるな、これマジでリバウンドだ。これでもブロックしちゃったらリバウンドできないからね。勝利も、あ、これユング、ユング、あ、もう何も無抵抗でユング強すぎる。何も抵抗できませんでした。とりあえず、うん、フェイダーウェイシュート、あ、ちょっと、まあまあまあ、オッケー。え、リバウンドってジョーダンでだよね、多分ね。16得点っていうのもあったし、ジョーダンの個人成績だよね、あれ。チームじゃないよね。あ、これここ無理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 。あ、これ、あー、こいつやばい。シュート打って外しても、そのまま自分で取っちゃいます。よし、ここここ、あ、いいねいいねいいね、いい、あ、これ完璧。あー、ファールないの、あるよね。怪我したんじゃない、え、大丈夫、その倒れ方。マイコ、ちょっと怪我とかないよね。怪我した瞬間ゲームオーバーよ。冗談、ルールも違うの、なんか新しすぎるね。はい、スティック倒してね、スティックを上に倒すことによってゲージが溜まりますから。四角ボタンでもいいのかな。顔やばいね、マジでクソ似てるね。当時のマイケル・ジョーダンだ、このちょっとね、大学時代のマイケル・ジョーダンは若干かっこよくなかった。痩せすぎてたのか、なんかトカゲっぽいというか恐竜っぽい顔してたんだよ。それがまあ NBA 入って、あ、やばい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 、ちょっと冗談冗談、急リバウンド、 OK、 あ、ダメか。そう、 NBA に入ってからなんか今のいわゆる今の冗談みたいな顔になってきて、ちょっとさすがにちょっとユイングと戦わせるか、こいつ。あ、いけるね。あ、もしかしたらこのゲーム自体がちょっとオフェンス有利とかなのかもね。ちょっと相手のね、ユーイングセンターね、ユーイングに来られたらちょっとね、あ、まずいまずいまずい。 OK、 ブロックないんだ、あ、ナイス、プレッシャーかけたからね。マイコ、ジョーダン、マイコスピード全然ついてこない。ぶち抜けた選手だったんだね、当時から。一応マイケル・ジョーダンはね、オフェンスだけじゃなくてね、守備も危なくない、これ。守備もかなりね優秀な選手だったんで、この辺もね見せていければと思うけど。ナイスブロック、あ、ファール。大学時代にマイケル・ジョーダンの守備が良かったかちょっと分からない。マイコ・ジョーダン、マイコ・ジョーダン素晴らしいね。ただリバウンドで今ね、前半8分まで、残り8分マックス、何分からだった、12分 ?11 分 ?10 分 ?10 分ってことないね。てかクォーター制じゃないから20分ずつかな。え、12分やってないよね。15分ぐらいかな、7分ぐらいやったかな。リバウンド0本ですよ。もうアイソレーション、アイソめちゃくちゃ決まるんだけど、マジで鬼じゃん。こんな強かったの、大学の時から。なんかね、大学で 目が出たみたいな、やっぱだからね、入るね、マジで。なんかそんなにね、
大学の時にスペシャルなプレイヤーだったっていう感じじゃないの。フェイダーウェイ、あー入らないんだ。ジョーダンといえばフェイダーウェイだよね。ちょっと後ろに傾きながら、傾きっていうかジャンプね、空中で後ろに飛んでブロックさせないよみたいな。今のは素晴らしいプレーでした。出してもう一度もらって、フェイントからのフェイントで飛ばしてロールして逆つくみたいな。フルコート、一人だけフルコートディフェンスしてるわ。おらおらおら、あ、もう抜いちゃったもんね。16点決める。 あと2点だ。やっぱ個人成績なんだ。多分リバウンド無理だな、マジで。ちょっと後半リバウンドシュートをわざと外してさ、ジョーダン以外の選手でジョーダンにリバウンド取らせると。それあんまりじゃないです。これで、あ、OK。 エアジョーダン、あ、ブロックされた。恥ずかしいね。ジョーダン使ってブロックされるの、もう俺が雑魚ってことだもんね。恥ずかしい。これはやっぱりジョーダンをね、ダサいプレーさせたらダメよ。これ入るよ。あ、マジで。ミドルシュート結構入りづらいかもしれない。あ、これリバウンドチャンス。あ、決めるんだ。誰か分かんないな。この大学生の人でさ、プロになってない人いるじゃん絶対。これお金もらってんのかな。完璧だ。16得点ありがとうございます。まずはね、まずは16得点で、やっぱ星3つ目指していかないと。なんかあるのかな、星によって。あ、報酬が、こいつやばすぎ。あ、ナイスナイスナイス。これいい流れだよ。普通に試合にも勝たなきゃいけないから。あ、なんか今ね、ジョーダンのね、下の足の下のね、ゲージがなんか赤かね、点滅してたんだよね。持ちすぎたらスタミナがなくなっちゃってシュートが入らないとかあんのかな。あれなんなんだろう。めちゃくちゃなんか危険な感じ出してたよ。危ない危ない。ちょっとユイングの、マイコ、あ、なんかあれ誰だこの、お母さんみたいな人入ってきてるな、ポニーテールの。いいね、ユイングそこでプレーさせよう。そう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 、ボール下にいられたらね結構きついけど。ジョーダンいないな。あれ、これジョーダンじゃないよね。疲れちゃったもしかして。あ、これやばい。ちょっとこれまずいですね。ジョーダンいないよね。あ、いるか。あ、いた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 。ちょっといろいろ、あ、そうだね、フェイントとかしたらこのゲージがさ消えてるわ、うん、なるほどね。だからあれが赤になったら多分シュートの精度が落ちるとかがあるんだろうね。だからちょっとあんまりジョーダンでやらせすぎてもしょうがないと。難しい。マジでなんかスリーポイントラインないの気持ち悪い。あ、ジョーダン、ジョーダン。誰？ユングじゃないよね。ユングだったかな。ユングの手の長さよ。こんだけ背高くもう膝ぐらいあるじゃん手。今のバックステップ。どうだったの？めちゃくちゃ入るわ。やばい、うん、ただもうリバウンドがむずい。ちょっとなんとかねしたい。だ後半があるんであればもうめちゃくちゃいいシュートナイスブロック。いやねえ、全然外さないんだけど。こんなにさブロックが難しくて。お母さんに打たせよう。無理だ、お母さん帰ろう。あ、入るわこれ。え、結構完璧なゲージだったけど、まあ、3ポイントってかロングパスじゃない、シュートが結構難しいみたいな感じかな。てかナイスディフェンスすぎる。あ、これ、あ、うわ、ったの一瞬で。なんかすごい一人だけなんかゲーム感が強いやついるな。あ、これ出しゃいいんじゃない。完璧だね。やっぱユーイングが若干遅いですね。3ポイント3点プレーだ。
これ決めたらね。あれ全然名前出てこないんだけど、あのルールの名前がなんだっけ、スロー、なんだっけな、シュートの時にファールしたらさ、まあ、決まったらフリースロー1本、外したら、まあ、3ポイントだったら3、2ポイントシュートだったら、あーっとマイケルさんじゃないの。あ、カズか。こういうロングパスがやっぱダメなんだ。早いな、マイコ。なんか出てるぞ。なんか、あ、ナイスナイス。ちょっとね、マイケル・ジョーダン頼む。もう、もう一回。マイコ。あ、これ完璧だ。もう対空時間よ。分かった、横に飛ぶだけでさ、であっちも飛んだじゃん。でも対空時間が違うから相手の方が先に落ちちゃうのよ。で落ちたら相手のさ手がボールね、シュートコースから外れるから、あ、やばい、こいつマジでムカつくわ。なんかねえ、トラベリングないの、あの勢いでさ、無理じゃない、絶対トラベリングあると思うんだよね。頼む、あ、いいね、完璧だね。一回ワンフェイク入れて飛ばしてよ。現在31対26、5点差です。残り2分。このスティールが俺結構好きなんだけど、バスケゲーム全然スティール、あ、これ、あ、ナイス、誰、あ、ナイス、マイコージョーダン、ワンリバウンドいただきました。あ、ちょっとこれ危ない、一回作り直そう。でサイド、もう一回、よしよし、やりにくいな、なんか、なんか味方に、ね、これでポストプレイ。あ、誰もフォロー来ない、このままいっちゃうよ。最強じゃん。ユーイングの控えのセンターめっちゃ雑魚、これいけるわ、これ簡単に。あんま強くないですね、あんま強くない。いい、マイコ、いい、めちゃくちゃいい守備するわ。何もさせれてない。スクリーンを剥がして、あ、いや、パスなんだそれ、この子ね。あ、誰、マイコ、違うな、マイコ、ロング、これ入るよ。え、無理だ、なんかあれかな、ロングのやっぱ数値が悪いのかな。結構完璧いいね、マイコ、あ、ちょっと待って、今のエアウォークじゃなかった、あ、このスロー、あ、ちょっとその後1、2ってやってるわ。これね、フリースローのラインからで踏み切ってダンク決めるのがエアウォーク、あのマイケル・ジョーダンのさ、バッシュとかユニフォームとかのロゴになってるやつね、ジャンプマンってやつ。おい、あ、完璧、ね、ファール分かったと思うけどな、ゲーム感強いなあいつだけ。なんかエディット選手みたいな顔してる、グリーン、グリーンだけなんかすごくエディット選手みたいな顔してるね。なんか写真が残ってなかったとかなのかな、分かんないけど、なんかすごい、あの学園のね、金持ちの息子でオープンカーで来てジャイアン的な主人公、映画の主人公のに意地悪してくる感じのカースト上位感があるね、グリーンは。ユイングも本当に集中してもう見てたね、今ピッチじゃなくてコートの、こうやってで、ユーイングがベンチに下がった瞬間にもこんだけ点差ついてるからね、やっぱユーイングでかいんだな、あの存在がね。完璧、入った、やばいか、ここよね、俺たちは今攻め時と、あ、また戻ってきた、ほら点差が開いてきたから戻ってきて、でユーイングがまた点を取り出すよ。でここでしっかり守備で守ってね、リードを守れれば、相手はね、エースのユーイングをのスタミナを消耗しながら、さらに、あ、ちょっと待って、ナイス、これ誰だ、マイコ、いや、フェイダーウェイよね、完璧だ。もうね、あのペイントエリアって、あの台形ね、黄色くなってるとこ、あそこら辺でシュートではもうほぼほぼ、あ、ちょっと待って、
そんなね、ちょっと待って、うちのセンター、ガリガリよ、ガリガリのセンターマッチアップさせてる。彼にユーイングは止められない。37対28、チャンピオンシップ。マイコーだね。あ、終わったんだ。え、終わり？ちょっと待って、絶対無理だよ、リバウンド9本。あ、あるか。ハーフタイムショーね。乗っとんな。North Carolina and Georgetown. こっから9本取れるかな。でわざとミスったりしないといけないね、これね。わざとミスったりしなきゃ、シュート外してみたいな。でマイケル・ジョーダンでシュート打ったら取れないから、マイケル・ジョーダンがゴール下にいるときに打つみたいな。いかないな。もうワンオンワンで。マイケル・ジョーダン、ちょっとゴール下行ってくれ。もう行かないんだよな。1対1させろさせろで。入ったでしょ、これ。完璧だな。え、ちょっとマイケル・ジョーダン、できないの？ね、センターとかできないの、マイケル・ジョーダン。あ、一応リバウンドね、今2回取ってるね。あと7回だ。7回だったらいけなくもないんじゃない？かもディフェンスの。ディフェンス時に取るしかないんだけど、ちょっとユーイングに打たしたら、まあ、ほぼ入るから。あ、いいね。でも外れない、外れないな今の。完璧な連携だったよね今ね。いや、ここじゃないのよ、あのジョーダンがおとりになってるとこ。全体で俯瞰で見せてほしい。そこじゃないの、あれはもうほぼあそこにいてもらえるだけで決めるの確定だ。マイケル・ジョーダンが、やっぱりちょっとゴールから離れてますね。シュート外したいんだけど、外したいというかリバウンド難しいな。え、お前、ねえ、そんな、そんなしょぼい守備する ?32 番。名前もね、文字がちょっと外して。これ適当に打っちゃってさ。適当に打っちゃって。マイケル・ジョーダンがみたいなね。戻ってるもん、こと。こと戻ってる。これ何なの、これ何なの、マジで。これ、何してんの、これ。一瞬でカーソルを変えれるんだ。そういうことだよね、多分ね。なるほど、なるほど。マニュアルカーソルチェンジみたいな感じね。まあ、それはまあいいとして、ちょっとマイケル・ジョーダン。いいよ、ここで。マイケル・ジョーダン、中入ってきてくんないかな。無理じゃない？やっぱちょっと1対1の、1対1の鬼だね。決めるしね。点は伸びる。点はいくらでも伸びるけど。ちょっと今の難しい。センターにできればいいけどね。ちょっと選手のポジションチェンジとかできなそうなのよ。オートっぽいのよ。もういいぞいいぞ。あー、ファール。オフェンスファール。だよね。これやったよ。クロップだっけ。クロップやったよ俺。マイボール、だよね。あ、オフェンスファール取った。相手のコースに入って、あ、違うわ。このガリガリが抗議してるな。普通にディフェンスファール取られてる。で、さらにフリースロー。黙っときゃ2点で済んだところを3点取られてますと。まあ、ただと、7点最初今。決まって、6点差ね。まあ、シュート3本。こっちが3本連続で外して、こっちが3本連続で決められたら。ちょっとリバウンドのためにシュートわざと外すとかも、あんまできないね。でもマイケル・ジョーダン全然ゴール下来ないよ。ゴール下いたらね、ゴール下いたらリバウンド取れるんだけどさ、どうやって取ったのマイケル・ジョーダンは。当時この大学の時点で俺マイケル・ジョーダンを超えられないよこれ。一応多分あれ、あ、ちょっともうガリガリなのこっち。無理あのユーイングそんなフェイントいらんよこいつに。ゴリ押ししてくれるだけで多分決まっちゃうな。マイケル・ジョーダンが中入ってほしいんだけどね。中入れるか、中入れて、あ、取られた。中入れて味方にパスしてシュートみたいな。あ、ちょっとまた出た。
あ、これわざとファウルしなかった今マイケル・ジョーダン。そんなボタン押したかな。めちゃくちゃキレてるもん監督。6点差、もうトラッシュトーク、文句の嫌や喧嘩になってる。ダン監督、もうこのジョーダン、この感じの顔してたな。この感じの顔してたね。っていうか スローインじゃないフリースローの時さ、左と右に3人ずつ立つんだね。3、2だよね普通。今多分5人までしか並んでないはず。3、3並んでるわ。5点差。ちょっとリバウンド諦めよっか。普通に負けそう、普通に負けそうなんで。マイコー・ジョーダン、得点をね重ねていくって思ったけど。ああ、これいいね。ハードにハードにプレイしてる。あ、抜かれちゃった。これブロックだ。ああ、いいね。さすが、ここ切り替えていこう。ユーイングが、ま、2点差になっちゃったけど、一気に2点差。ここはマイケル・ジョーダンが見せていくしかないね。これ入る。なんかこれ得意だ。下がりながら、下がりながらちょっとタイミングずらしたシュート、得意。もうリバウンドは諦めた方がいいね。めちゃくちゃ押し込んでくるやん。うーん、ゴール下争い負けてる完全に。めちゃめちゃ簡単に決められるから。まあでもね、こっからマイケル・ジョーダンが全部決めたら負けないからね、うん。あ、いただきました。なんだっけこれ、シュート決めてもう一本もらえみたいな。ショットカウントじゃなくて、なんだっけな、なんとかカウントだよ絶対。ファールカウント違うな、なんとかカウント。え、なんだったっけな、いろいろあったよ NBA 用語って。ペネトレイトとかさ、なんか、まあ、すごいな、なんていうの、向こうの NBA の実況とかだとなんかスラングみたいなさ、なんとかトゥーなんとかとかね、なんかいろいろあるわけ。覚えてたらキリないから全然覚えてなかったんだけど、なんとかカウント。あ、これまずいよ、ブロックでさ。あ、取らないと。あ、マイコ違うな、もう決めよう。もう5点差でしょ、完璧。ちょっと切り返すだけで抜けるからね、マイコは。フェイントとかいらないから。ただ操作がね、めちゃくちゃこのゲーム細かくて、ダンクする、あ、また変なのになってる。あ、リバウンド、うん、さないか。ダンクするね、手、右手か左手かとかを選べるし、また空中で変えられるんだ。ちょっと待って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 、5点差やばいよ。ここブロック絶対、ここ絶対死守。2人で行こう、2人で行こう、ダブルチームでこれ取ろうね。マイコいないんだよな、マイコ、マイコ、ジョーダン、マイコだよね、多分マイコだよな、これな、イーサン、マイコな。ちょっと勝ちはね、若干また見えてきました。2点差だから、もう今7点差でしょ。いいよ。ちょっとマイコが本気出したら、すぐね、点差は離れていくと。やめろやめろやめろ。ピックアンドロール、ね。ピックアンドロール。あ、これゴリってるね。これ打つぞ、すぐ。あー、打つぞ。これ打つ。あ、ジョーダン、どこ行った、ジョーダン。ゴールしていたのに、サイマル取ってくんないと。まだもうリバウンド1本も取ってないよね。前半、あ、じゃあ後半か。あー、まずいまずいまずい。そんなパスミスはないだろ、お前。そして何の操作してるんだ、俺。多分ね、あ、やばい。まずい。これブロック。あ、ナイス。え、マイコじゃないね。41番。これは決めるよ。完璧だった。パスが良かった。バックボードね、バックボードの裏から手出してたからね。オフサイドなりながらみたいな。パス出す瞬間に戻ってきたみたいな。全然違うけど、まあイメージそんな感じ。おっとこれはジャマイコ、ジョーダン、マイコリバウンド。あ、ナイス、完璧。あ、これ決めよう、マイコ決めよう。
ぶち込んで、あーぶち込んで、ぶち込んで、ユーイングの、ユーイングにぶつかってボールこぼしちゃった。ダメだよマイコー。これあのアイスブロック出た。ナブレーションが出てた。いやでもナイスブロックね。7点差ね。これ決められてたら5点差ですから。5点差ってちょっとね、あまた来たぞ、またお母さん来たぞ。5点差ってねちょっとねプレッシャーあんのよ。あでも3ポイントないから、ま、あまずい。でも、ま、入っても2ポイント、3ポイントだったらさ5点差で1本3ポイントシュート決められたらもうあと1ゴール差。あ完璧なパス。いや完璧じゃん今の。でも今までのさマイケル・ジョーダンのワンオンワンでボンボンボゴールシュートをね沈めてきたのが効いたよね。絶対打ってくるぞ、パスはない。いやそれ入ったらだよね。ユーイングねこの出方でそのなんかしなやかなプレーされたらもう無理よ、止められないよ。あこれフェイダーウェイ。なんで決まんないの。もうえジョーダンといえばじゃん。シュルシュル、ゴリってきてる。あリバウンド、リバウンド、ジョーダン取ってないな。おお、あこれあこと、ね、頼むジョーダンにさリバウンド取らして。シュートはめちゃくちゃ沈めんのにリバウンド全然欲しいな。これまずいな。星3で俺はクリアしたいんだよ。そうとりあえずボール。あ今の突っ込めばよかったね。ボール持っちゃってたからあれ以上ドリブルできなかった。打つか。おれ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 、ハンズアップハンズアップ。マジえこの人の外した。この人なんか飛び込みダンクみたいなめちゃめちゃうざいね。グリーンだっけ。マイコー9点差残り3分、ちょっと時間使っていきましょう。あ来てる、そっちじゃないんだけど、ファール OK。 ユーイングをさ退場させたかったよね、スラムダンクみたいに。めちゃめちゃ挑発してゴール下で勝負しまくって。やっぱでかいとファール取られやすいから。顔やばいね、絶対口答えできないね、この顔で。この顔のやつに言われたら絶対口答えできないわ。まあ、10点差。サム・パーキンス、マジで聞いたことない。まあでも NBA 入ってんのかな。このあとユーイングとかね有名だから聞いたことあるけど、もちろんマイコー・ジョーダンもまずくない。まあまあでも全然焦ることないね。決められたらこっちも決めればいいだけ。あ完璧、一歩ね、一歩、あえて近づいてよ、まあ、ゴール近い方が入りやすいから。それでもブロックされないよってのは分かってたもんね。あそこの経験やっぱ大学生レベルじゃないのもね。出ろ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 、外出ろ。こいつちょっとマイケル・ジョーダンに対抗意識てか、めちゃめちゃダメ。あ、ファルファルファル、あ、出たね出たね。てか今のさ、ドリブル見た。え、あれやりたい俺も。すげえボンボンめちゃくちゃキラキラしてるね。ピンとずれてんのにキラキラしてる。うるるる、ここで1対1仕掛けていく。あ、疲れてきた。あ、まだ回復してない。5秒け回復するか。5、4、3、2、1。どう？あ、回復してる。半分ぐらい回復してる。あー、ちょっと待って。10秒多分ね、フリーにさせてたら、前回とかな。OK。ないでしょ。気にしない。どこで？サッカーレベルやん、そんな。バスケはもう、さあ、コンタクトスポーツだから、サッカー以上に。ちょっと触ったぐらいを取ってたら、あ、シュシュシュ。うっせえ、マジで。シュシュってやったね、今ね、フェイント。まるで右手で振って、こっちが動いたらもう後出しジャンク。これ入った。完璧だった。でも、まあ、無理だね、リバウンドは。
絶対だって方法が分からんもん。ジョーダンでリバウンド取る方法が分からん。これまずねえ、ちょっと無理、やめてマジで。ユーイングもうちょっとマークしよう。ねえ、これ入った。1分でしょ。今9点差。スリーポイントないから。ナイス。待って、ちょっとユーイングやばくない今の。後ろから取ったよ。そら NBA 行くわ。あ、フルコートプレス。抜いちゃって。ういー、見て。まあでもそうだ、普通に踏み切って、だからもっと前からシュートボタンを押さなきゃいけないんだけど、ダンクになるのかな。ここで作戦会議。41分経ってる。41分になってんじゃん。ジョーダン、ジョージタウン、ノースキャロライナ。いやすごいわ。でもコーチングで一応なんか、あ、選手交代できるね。マイコー・ジョーダンを、まあ誰でもいいや、変えて、でセンターにマイコー・ジョーダン。あ、いなくね。あれ、マイコー・ジョーダンいないよ、消えた。マイコー・ジョーダンいなくなりました。え、マジでいなくなったじゃん。ポジション変えられないの。ゲームプラン、ハーフコートオールコート違うな。マイコー・ジョーダンを、マイコー・ジョーダンを、バーネット、まあとりあえずね。でセンターにマイコー・ジョーダン。ちょっと待って、ちょっと待って、タイムアウト時間が。いない。あ、ジョーダン、ねえねえジョーダン、なんで消えるの。控え室まで戻っちゃってる。ベンチにいてくれ。無理っぽいね。まあ、ポジション守んなきゃいけないのか。能力が下がるとかじゃなくて無理なんだ。しかも出てきたし、マイコー・ジョーダン。もう意味わかんない。ちょっとこの辺のシステムはちょっと覚えなきゃいけないね。出てるよね、マイコー・ジョーダン多分。あ、出てるね。あ、これ、あ、これ。ジョーダンがゴール近くいたら。Adams, the pass to Barnett. Here's McLaughlin. He kicks to Perkins. Michael. To Jordan. 全然フェイント引っかかんない。全然フェイント引っかかんないよ。全然フェイント引っかかない。打つよじゃあ普通に。Shoots. 入らないか。あ、でも。Here's Perkins. まあまあまあいって。残り19秒で9点差です。ファールゲームとか多分この時代してこないだろうから。ほぼ勝ち確でしょ。スリーポイントもないし。ないか。これ無理だな。OK。あ、終わった。なんとか。ただマイケル・ジョーダンの9リバウンド無理。どうやってやった当時。得点はどうかって、めちゃくちゃ喜んでる監督がアダムス。これ大学から全試合やらされないよね。マイケル・ジョーダンの奇跡、途中メジャーリーグホワイトソックス編挟んでとかないよね。1年生でこの活躍、リバウンドはやっぱ2リバウンド、ただ得点は41得点決めてます。鬼です。ボックススコア見てみましょう。マイケル・ジョーダン41得点2リバウンド4アシスト、フリーキックじゃない、フィールドゴールが34分の19なんで、まあ、50% は超えてるよね多分ね。 60% 近くあるかな。あ、鬼です。ユーイングは見て27得点こいつは NBA 行くぞ。終わりということで、とりあえずこれで1試合目終わりました。だいたい40分ぐらいあるかな、星2と。多分星の数によって報酬違うよみたいな感じでしょ。で次がスタンバイ1984年、これ予告だ、次回予告。1984年の USA チーム NBA オールスター、
1984年、あ、でも2年後だから、1年目1984年のオリンピックへのウォームアップとしてマイケル・ジョーダンをはじめとするアマチュアたちで構成された84年のチーム USA はインディアナ州インディアナポリスに集まった記録的な群衆が見守る中 NBA のスターチームに勝利を収めたということで、まあ、当時多分ねオリンピックに NBA が選手派遣してなかったからアマチュア対プロで勝利を収めるみたいです。次実際のマイケル・ジョーダンはねすごくない？大学生軍団がプロのオールスターに勝つってことでしょ。オールスターかどうか分かんないけど、あ、でも NBA オールスターだからそうか、お兄じゃん。それがちょっとまあ明日の動画分かりませんけど、ちょっと長くなっちゃったね1本か。まあでもマイケル・ジョーダン、みんなもね見てて体験できたと思います。見てるだけでマイケル・ジョーダンになれた、そんな素晴らしいコンテンツだったと思います。またね、やっていきますんでぜひお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。